日本埼玉県埼玉市浦和区、元太元太は埼玉県埼玉市浦和区の町名。現行行政地名は元太1丁目から元太5丁目。住居表示実施地区。郵便番号は330-0052。埼玉市浦和区南東部の大宮大地上に位置する。浦和駅東口から近く、主に住宅地となっている。 歩道が境外である国道463号の拡幅工事が進行中である。縄文時代中期の縄文遺跡である元と四丁目遺跡が地区内に所在する。住宅地の地下は2019年1月1日の工事地下によれば元太一丁目18の21の地点で32万千円平方メートルとなっている。奈良時代には 立領性による成長が元太に置かれていた。その跡地は氷川神社となり、現在まで残っている。江戸時代は足立郡浦和寮に属する元太村であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域内に駅はないが、徒歩県内に 東北本線浦和駅がある。なお、埼玉市立元太中学校は、両家一丁目にある。ありがとうございます。